はい、プロトレーナーのトミーです。今コロナで体を動かす機会がないですね。はい、プロトレーナーの運動教室始まるよ。この CM で一緒に運動していきましょう。はい、じゃあ早速ですね、見ながらやってみましょう。家の中でもしっかり運動していきましょう。はい、じゃあいきなりその場でもも上げしていきます。足を上げていきます。今コロナ太りとかいう言葉が出てきているんですけど、コロナに負けない室内でもしっかり運動ができるので、この映像を見ながら一緒に運動していきましょう。はい、上げて下げて、姿勢よくしっかり上げ下げしていきます。上げて下げて、でこの運動では40秒運動して20秒休憩していきますね。一緒にやっていきましょう。で10分間長くても10分なら10分間で運動していくので一緒にやっていきます。はい、じゃあ少し休憩、少し休憩、だいたい8種目ですね。今から今の1種目目入れてやっていくんですけど、で10分で終わっていきます。このあれですね、室内でいる間に10分間だけでもいいので運動をしていきましょう。今度肩を回していきます。手を大きく、肩甲骨からぐるぐる回していきましょう。手を大きく、肩甲骨ぐるぐる、スタート。40秒間ですね。背中ぐるぐる回します。手を大きく大きく、肩甲骨から回していきましょう。とにかく体を大きく、最初の何種目かはウォーミングアップを兼ねているので、大きく大きくぐるぐる回していきます。40秒間大きく動くと意外と体疲れますね。もう少し、はい、 OK、 はい、で20秒休憩ですね。しっかり体全体使っていきましょう。はい、じゃあここからはトレーニングですね。今度はスクワットをしていきます。準備です。足の幅を肩幅より少し広く、つま先膝外で、手を腰でスタート。お尻を後ろに引いて、上げて引いて上げて、スクワット一緒にやっていきましょう。で上げて、膝が前に出ないようにですね、膝前に出ないように注意して、引いて上げて、お尻をしっかり使います。足全体の運動ですね。体しっかり使っていきましょう。引いて上げて、呼吸整えながら、呼吸整えながら、もう少し、はい、 OK、 はい、じゃあ今度はですね、足しっかり使っていくんですけど、ランジって言われるものをやります。これまだ準備です。まだやんなくて大丈夫なので説明ですね。手を腰にして、後ろにステップ戻す、後ろにステップ戻す、ステップを40秒間ですね。長いですけど、はい、スタート。やっていきましょう。ステップ一緒にやってみましょう。後ろにステップ、バランスです。こけないように、こけないように注意して、バランスですね。ステップステップ、足の筋肉しっかり使います。家の中にずっといるっていうのでも足がなまらないようにステップしていきましょう。後ろにステップ、ほっほっほっ、ステップステップステップ、もう少し、はい、 OK、 はいはい、じゃあ今度ですね、今度ワイドスタンスです。足を幅広く、はい、つま先膝ちょっと外ですね。でこれでスクワットしていきます。はい、これ内ももを少し使うスクワットですね。ももの内側、はい、じゃあ行きましょう。スタート。内もものスクワット、息止めないように、足全体もちろん使うんですけど、普通のスクワットよりもももの内側をしっかり使ってあげるっていうスクワットですね。呼吸を整えながら、呼吸整えながらやっていきます。下げて上げて、下げて上げてですね。
していきましょう。もう少し。はい、OK。はい、じゃあ20秒休憩したら、ここから上半身いきましょう。今度腕立て伏せですね。手の幅は肩の幅より少し広く。で、膝立ちです。で、そこから腕立て伏せ。40秒間、めちゃくちゃきついですよね。はい。きつい人は壁にやっちゃっても大丈夫です。はい、行きましょう。スタート。ゆっくり。きつい人は壁にやっちゃっても大丈夫なので、腕立て伏せ。あと20秒。あと8秒。はい、OK。よく頑張りましたね。はい、じゃあ今度背中ですね。背中を使っていきます。背筋です。よいしょ。この状態で今度は浮き上がる、戻す、浮き上がる、戻す、いきます。じゃあ行きましょう。せーの、浮き上がる、戻す、浮き上がる、戻す、浮き上がる、戻す。腰痛い人は無理しないように、体の後ろ側の筋肉を使って起き上がります。起き上がる。あと20秒。起き上がる。あと10秒ぐらい。もう少し。はい、オッケー。よし。はい、でラストですね。あ、立ち上がっちゃった。ラスト。背中も一つ背中使っていくんですけど、今度は上から後ろに肩甲骨を寄せてグッと持ってきます。はい、じゃあ行きます。せーの、背中を寄せる、肩甲骨使って背中を寄せていきましょう。後ろ、腕で背中を引く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 、あ、違う、背中で腕を引くですね。背中で腕を引きます。背中で腕を引く、背中で引いて、そうです、ナイス、引いて、これラストです。はい、 OK。 はい、今8セットですね。8個の種目をやりました。よく頑張られたと思います。この10分間ちょっと運動しただけでも息が上がったり、少し体使ったなって感じていただけると思います。で、私のチャンネル、これチャンネルをクリックってチェックって書いてると思うんですけど、どっか。私のチャンネルです。ストレッチ編と、あともうちょっときついバージョン、有酸素トレーニングバージョンも載せているので、ぜひチェックしてみてください。はい。この、コロナ疲れっていうかコロナ太りとか言われてますけど、そういう運動不足、体を動かす機会が今ないってことですけど、コロナに負けないように室内でも運動していきましょう。バイバイ、また他の CM で。